みんな待たせたわね。盛り上がる準備はちゃんとできてる？あれって今日は楽しんでもらうために精一杯頑張るわ。みんなも最後までついてきてちょうだいね。私たちの初めてのワンマンライブ、みんなにとっても最高の思い出にしようね。新衣装？それじゃあ一曲ね、みんなで一緒に歌おうよ。のりちゃんのことは誰よりも見てる自信がある。配信だって見逃したことはないし、クリスマスイベントの時も。でも今日のみのりちゃんはいつもより、今まで見てきたどのみのりちゃんより私を見てって気持ちが溢れてるみたいで、キラキラ輝いてる。お客さんがみんなこっち見てる。ミニライブの時とは全然違う。それに私を応援してくれる人の声が聞こえる。最初は全然ダメで、そんな風に言われちゃうのもしょうがないなって、もっともっと頑張らなくちゃなって、そう思ってた。それでいろんなことをやって、みんなにいろんなことを教えてもらって、やっと今私ちゃんとアイドルになれてる気がする。それはきっと悲しんでる人とか、昔の私みたいに夢を追いかける覚悟が決められない子とか、そんな人たちに、この会場にいる一人一人に、明日がほんの少し楽しくなるような希望を届けたい。あの時のはるかちゃんがそうしてくれたみたいに、私もお客さんと心をつなげたい。すごい熱量ね。お客さんたちの反応もすごいけど、何よりみのみちゃんすごくいいよね。なんだかいつもよりキラキラしてる気がする。実は本番に強いタイプだったのかな。そういうわけじゃないんじゃないかしら。そうだね、きっとあれは会場の隅々まで届けるような視線の動かし方と、客席のどの位置からも確認できるような大きな動き、私が合宿で教えたものだけど、ここまでものにするなんてね。やるじゃない。おかげでお客さんの視線がみのりに集まってるけど、このワンマンライブはみのりだけのものじゃないわよ。
まだまだ出せるはずだわ。私も合宿や練習でたくさん鍛えてきたんだもの。みのりが注目されるのは嬉しいよ。だって私もずっと頑張るみのりのファンだったから。でも同じアイドルとして負けていられないね。まだまだこんなものじゃない。さあまだまだ行くわよ。遅れないようについてきて。みんなの声もっと聞きたいわ。声が枯れちゃうくらいいっぱい叫んでね。すごい歓声。700人規模の会場とは思えない。そうだね。配信だとわからなかったけど熱量の高いファンが多いみたい。それに祈りちゃんにつられて全員のパフォーマンスがどんどん良くなってるっていうか、熱が入っていってる感じがする。やっぱりいい関係だよね、モアモアジャンプは。はい、私もこういうライブが好きだったからアイドルを目指したんだって思い出しました。言われてみれば私もそうだったな。今日は本当に伝説のライブになるかもね。